高くて美味しいのは当たり前、安くて美味しいから値打ちある、安いは正義だ。はい、今日の店はこちら。ここは朝食専門の美味しいサンドイッチのお店です。台湾は朝ごはんもみんな外食する文化なので、昔ながらの朝食のお店もあれば、こういうサンドイッチのお店もたくさんあるんですよね。看板メニューがこのダブルチーズと卵と豚肉のサンドイッチですね。これは楽しみ。おお、何これ、何このトロトロ具合、これはテンションが上がる。どう食べたらいいの。えい、食らいつけ。うわー、美味しい。チーズがたっぷりで、これはチーズ好きにはたまらない。このトロトロの卵の黄身をつけて、美味しい。ちょっと待って、今のもう一回やらして。おいしい。よし、もう半分いくよ。見てください、この食欲を刺激するチーズの光沢ときたら、もう。このチャンネルでは安いは正義をモットーに、安くて美味しい値打ちのある台湾グルメを紹介しています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんのおすすめのお店がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければすごく嬉しいです。はい、食べてきました。いやー、想像以上に美味しかったですね。ただやっぱり野菜が少し欲しいなって思うところではあります。トマトのスライスとか合うんじゃないかな。今回は星2つ、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。我愛台湾、ゾロでした。